北白川の宮茂久王は日本の皇族。階級は陸軍大佐。北白川の宮義久親王の第三王子。撮影時期不明百8 8 7年、明治20年4月18日、北白川の宮義久親王と聖妃風氏の唯一の子として誕生。1895年10月28日。 父宮の皇居により8歳で北白川宮を継承。1901年9月、国宮家の鳩飛行、都市飛行兄弟と共に、東京陸軍地方幼年学校に第5期生として入校。美少年であった、聖久志し王は一部の上級生から人気を集めた。陸軍では、その後、陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業し、陸軍砲兵大佐まで至る。 1907年、青年を迎え貴族院議員となる。1909年に、明治天皇の第七王女、周宮ふさこないと結婚した。1917年に大工に菊花大受賞を受ける。ボアザン c ンカブリオレ。聖久志王は、同系統のボアザン 23CV リムジンを、運転中スピード超過で横転、木に激突し死亡した。 1921年より、軍事、社交の勉強のため、北伯爵の奏で、フランスのサンシール陸軍士官学校に留学。翌年には、自動車免許も取得し、機械好きな人柄から自家用車も購入した。フサコヒも合流し、ごく平民的と謳われた夫妻は、社交界でも評判が高かった。銀行家、アルベールカーンドは家族ぐるみで親交があり、カーンによる、 プライベートフィルムが残されている。1923年、退伏中に自動車の運転を覚え、一度、都市飛行に腕前を見てほしいと、当時同じく留学中でありすでに運転の覚えがあった東国の宮都市飛行をドライブを行う。正久差し王の腕前が怪しかったため、都市飛行王は、あなたはまだ危ないからおやめなさい。よほど安全な広い通りならいいが、 お気をつけになった方がいいと忠告したが、正被差し用は聞き入れず、1923年4月1日には、ノルマンディ海岸の秘書地、ドービルまで泊まりがけで、ドライブに行かないか、と、都市飛行を誘う。都市飛行はここでも、あなたの運転は、失礼ですが、まだ十分でないからお止めなさいと忠告した上で、イギリスに行く約束があることを理由に、これを断って、ロンドンに向かった。 そこで、聖久志王は、ドライブの相手を、同じく留学中の朝香宮鳩飛行王に変え、同日朝に、日のふさこない新能、雇用係、エリザベート・ソビー、運転手、ビクトール・デリアと共にドライブに出発した。午後4時30分、パリ西方約140キロメートルの地点で、自動車事故を起こし、20分後に公挙した。また、後部座席のふさことも、 それぞれ重傷を負った。聖府差しの亡骸はパリに移送され、4月3日夕に中仏日本大使館に到着した。霊宮は4月21日にパリを立ち、22日にマルセイユを経由して日本優先のカトリマルで帰国の途に着いた。5月29日に神戸港に到着し、5月30日に東京に帰還した。神戸では、 長男 A 級王と武田宮妃雅子内親王が出迎え、東京まで付き添った。6月8日に、豊島岡墓地で連想の儀が取り行われた。1935年、パリ日本人居留団により、事故現場に、石踏みが建てられた。北白川の宮系図。ありがとうございます。